一切をあまねく照らさん。 あいつの笑顔、最近たまに見るようになった。お前のおかげだ。正気に気をつけろ。 生きてやがったか。野郎の餌場だ。来るぜ。 久しぶりだな。おい、今度ばかりは逃がさねえ。いい加減うざってんだよ。天狗の納め時だぜ。クソ鬼野郎、戦えるか。ベニズキ、大丈夫、やれます。この気に乗じる。 居心地がいいぞ。一瞬の声。なんだこの声は。少年の声。惑わされんなよ。鬼が出してる偽物の声だ。こいつら本人なんてことはねえ。あのお人よしが人間食ったりするかよ。友人よ、依頼しろ。ゆるい。
よ。ああそうか、なんとなく分かってきたぜ。おいクソチビ、こいつの中にいんのかよ。いんなら返事しやがれ。無事かよ。なんか言えよターコ。おい手貸せ、この鬼とっちめて吐かせるぞ。生きてろよ。やめろ、もう殺すな。食べたい、食べたいよ。ホムラ、二つの子、本当に同一人物か。クソ、言うことを聞け。おいしそう、おいしそうだよ。一体何が起こっているのですか、ホムラ。んなこと俺が知るかよ。でもよ、あの鬼の中にダチの魂がある。どうも魂が、偽物の声だけじゃねえ、本物の声も混じってやがる。だったらやることは一つだ。今です、疾風陣内の攻め。宿命だ。バカかてめえは。確かにどうにもできねえだろうよ。どこにどんな風に生まれるかなんざよ。てめえの魂があんだろ。どう生きてえとかそういうのがあったろうが。てめえはあん時来なかった。でも本当はどうしたかったんだ。答えてみろよタコ。まだ魂残ってんだろ。てめえはどうしてえのか言ってみろ。ほら、なら頼む、助けてくれ。上等、聞こえただろ。悪いが手貸しな。ダチ子を助けんだよ。今度こそ足抜けさせてやる。いいでしょう、レミズキが相手です。全力でやってやるさ。やれ、ホームラン。こいつを倒せ。待ってるよ、任せな。影響しすぎよ。
声しなくなっちまったな。最後の言葉お前にも聞く。どうだかな、忘れちまったぜ。ああ、なんだこれ。これは遺跡で取れるあれか。なんでこんなもんがここに。お宝見っけ。ありがとう。石の中に彼。よくわかんねえが声は聞こえたぜ。じゃあな、ダチコ。付き合わせちまって悪かったな、てめえら。帰るっつったってよ。マホロバに戻りましょう。おいおい、また捕まっちまうだろうが。それについては心配するな、私が。だからいきなり話しかけてくんじゃねえっつーの。行くぞ、ホムラ。まったよ。おめえらは。わかったぜ。おいおい、いらっしゃい。これからもいらっしゃい。いらっしゃ。
ありがとうございます。さっきは助かったぜ。お、ずっと気にはなってたんだよ。たく、鬼なんかに食われてたら世話ねえぜ。俺はてめえらと違ってもともとモノノフじゃねえ。死んだモノノフの武器を拾って敵とこの里にいたのはと、そろそろおいとまさせてもらうぜって言いてえところだが、てめえには借り作っちまったからな。唯一のダチ子を助けられたんだ。恥ずかしいこと言ってんじゃねえよ。ま、一応感謝しとくぜ。ありがとよ。我は影、光に沿うものなり。の、ま、何でもいいか。んなことよりさっさと行こうぜ。俺は盗賊だぜ。まだまだお宝探さねえとな。さて、一体何の話？はあ？はあ？じゃあ、
面白いもの。よし、この辺りなら誰にも迷惑をかけないで済む。どこから湧いたんだ。わからない。それより早く。戦いの時は来た。しまった、またしても逃げてくれ。前回と全く同じだ。どうしてあなたはいつも突然。少しだけ耐えてくれ。白炎は時間が経てば消える。それまで絶対に死んじゃダメだ。すまない。そうか。知りたいことはまだまだある。よし。みんな無事だな。少し休もあなたに助けられたのはこれで二度目。どうして突然空間転移というのをし、いいんだ、余計なことを聞いた。あの鬼はいつもどこからともなく現れて、私や周りの人を襲って帰っていく。剣の呪いだ。私が持っていた剣、一族に代々伝わる宝剣ネイリング。あれはからくり技術の結晶で、
鬼を呼び寄せると爺様は言って、今からずっと昔、何万年も前、異界に住む鬼を制御して戦の道具に使おうとした文明があったそうだけれど、制御に失敗し、まるで海に沈んだアトランツ・ネイリングはその時代の遺物なんだそうだ。私の一族は守人としてそれを保管する役目を負ってきたと。爺様の書斎の隠し部屋にネイリングは密かに保管されていた。でも私は何も知らずに剣は抜いてしまった。物語に登場するような英雄に憧れていたから。その時白猿が現れ、全てを蹂躙して去った。爺様はその時に私、それからだ、白猿との長い戦い、剣は壊れてしまっていて、といつも剣が淡く光り出すんだ。そして白猿が現れたら、か、それが剣を手放そうともした。使用者の証というものらしい。死ねば、あるいはこの、でもだから私はここにいる。爺様が守ってくれ、いつの日か必ず、私は白猿と戦い続け、でも倒すには力が足りない。悔しいが、今はこうしてやり過ごすのが精一杯だ。一つお願い、みんなにはこのことを、いや本当は怖いんだ、こんな危ないやつ近くにいたら嫌だろ。ありがとう。大丈夫、みんなは巻き込まない。女、身をどこで手に入れた？何の話かわからんな。さか知らな小娘だ。お前の仲間から聞き出してもいいんだぞ。確か、から…お前なんぞにやられる玉じゃないさ。それに、クソして寝てな、アホ。ははは、腕が立ち、頭がき、供養といい障害が多い。もっとも、世界を変革するためには。お手柄だ。活躍してるみたいね。いいだろう。付き合うさ。何時に英雄の導きあれ。
始めるわよ。強い奴はいないのか。そうか。では確かに霊山君の命ではないのだな。は、軍師四季の独断で事が運ばれたようです。半ば事後承認の形で事態が推移し、現在の状況に至っていると思われます。ご苦労だった。お前は引き続き敵の監視に当たれ。承知しました。霊山からは、なんて。やはり、相馬。俺の三番。敵は相番後。しかし。心配いらんさ。そ、見聞を広めたい。この程度の事態にひるんで。わかった。私が守るわ、クヨ。ならすぐにでも立とう。可能な限り早く戻る。それまで供養殿を頼んだぞ、ハスホ。大丈夫だ。気をつけてね、ソーマ。俺を誰だと思っている。必ず生きて歌方に戻るぞ。誰一人死なずにな。
おめえらは。こないだ悪かったな、見当違いをしまったらしい。ゆっくり話すのは久しぶりだな、紅月。あいつの葬式以来か。はい。雷蔵殿はまほろばの前お頭、サイカ様の親友だったか。たびたびさ、ヤクモに至ってはあの坊主も苦労してるみてえだな。だが紅月、なぜお頭になろうとしねえ。おめえはさ、戸ざまと機内の言うわ。それを願ってあいつは侍を受け入れた。それが融和どころか内乱だと。おめえは一体何をしてる。私は罪人です。あな、そんなにお頭殺しの名が怖えか。やめてください。逃げてもどうにもならないぜ、紅月よ。悪いな、紅月のことを頼むぜ。最強だなんだと言われてるが、あいつも。申し訳ありません、お頭殺し。私のあだ名です。聞いたことはありますか、私がお頭を切り殺したという噂を。それは事実、立派なお頭でした。流浪していた侍たちを受け入れ、戸ざまと機内の融和を図ったのです。この里で侍と近衛が共存できるのは、すべて西下さん、そのお頭を2年前、人を鬼に変える力を持つ恐ろしい敵、何人もの者の負がそれで犠牲に。その中に体を鬼だから、私は今でも目を閉じると浮かんできます、あの時の光景。やれ。できません。できどうした。真に最強ならば頼む。もうけ私を可愛い一番手。やれ、紅月。聞いたよ、佐藤だ。あの時は、私は罪人です。本当にそう、あなたのまっすぐさが。あなたは死なない。では、また任務で。そうかい。俺がサイカとし、俺たちは西の、俺とサイカ、それに時間ってのは、いや、俺も偉そうなこと、必死で鬼と戦ってる時に、ものの、それはそれでつれえし、だが、誰かが引き受けなきゃならねえ。里のお頭と同じようにな。無駄話しちまったな。紅月のこと、頼んだぞ。
ねえ、行くぜ。見回りね、頑張りましょう。
舐めると火傷するぜ。来たわね。私が相手よ。
なぜ来たのですか。そりゃ一緒に戦うために決まってんだろ。バカな。帰ってください。あなたたちは足手まといです。うぬぼれるんじゃねえ、ベニツキ。いつからこれはお前の個人的な戦いになった。鬼との戦は全ての人間の戦いなんじゃなかったのか。そうよ、ベニツキ。こいつはあなた一人で勝てる敵じゃない。仮にそれで鬼になったとしても誰もあなたを恨んだりしないわ。ドキツグ、ツバキ。それでも、それでもあなたたちを失いたくはありません。失敗するな。この鋼鉄の体を皆鬼になったりなんかしねえぜ。あなたはいいのです、ドキツグ。ひでえな、おい。何を言っても無駄なのですか。一つだけ約束してください。カシラは死の間際に鱗粉を撒き散らします。絶対にこれに触れてはなりません。鬼に体を侵食されてしまいます。わかった、絶対に触れないわ。
ける。やったわよ。倒したぜ。あとは鱗粉とやらに気をつければ。最地を持って道を開きます。鱗粉は大丈夫だ。ベニ、やったわね、ベニズキ。ベニズキ、後ろ。しまった。私を許してください。ダメよ。何か救う方法があるはずよ。椿、ベニ、待て、剥がす。それでは間に合い、ベニズキ、ダメよ。私はおかしだ。殺したくなく、もしあの時また同じことがあったら、今度は自分の心に従えるよう、そう思って博士のからくり、鬼の手を見た時、思いを具現化する力、それがあれば、あなたをもっと力を貸してください。椿、いや、任せて。体がもっよ、よかった。